過激さを求めることでは日本の比ではないメキシコにあって、悪と正義の区別なくルチャリブレファンから最も熱い支持を得ている男、ペロ・アグアイオの家を訪ねてみよう。できやれ。誰だ、何か用か。ああ、まあいい、入れよ。メキシカンドリームを地で行くような美しい妻と可愛い子供たち。ああ、家族の紹介をするぜ。女房のルース・ラメルゼ・アグアイオ、俺の可愛い大事な娘ルース・アメリア、長男のヘデリート、次女のプリマヴェラ。おう、いいものを見せてやる。 NWA ミドル級チャンピオン、UWA ライト級チャンピオン、さらに WWF ライトヘビー級チャンピオンと軽量級のタイトルを総なめにしたアグアイオが悪性肝炎に倒れ再起不能説まで取り沙汰されたのは昨年の夏。その彼がリングへの復帰をかけて歯を食いしばり汗を絞り衰えた肉体を鍛えたのがこの部屋であった。そして3ヶ月ぶりにリングに姿を見せた彼はメキシコの狂犬の復活をファンに知らしめたのである。それまでプロレスを嫌い父を嫌っていた息子は母に無理やり見せられたその試合で父親の戦う姿に心を動かされ今では父の後を継ぐのだと言っている。アグアイオの闘志はさらに一層高まらざるを得ない。日本のファンのみんな長いこと心配かけたな。おかげですっかり良くなって今バリバリファイトしてる。これからメキシコで目いっぱい暴れてやる。そして近いうちに日本にも挨拶に行ってやるぜ。ワンはもちろんレスラー仲間でさえアグアイオをメキシコプロレスの鏡だと称える。リングへの奇跡的な復活を果たしたばかりか息子との愛をも回復させたアグアイオは再びチャンピオンへの道を着々と歩みつつあるのだ。